ウニオーネ・スポルティ・バレッチェは、イタリア・レッチェを本拠地とする、サッカークラブチーム。2021から22シーズンは、セリエ B に所属している。1908年3月15日、スポルティングクラブ・レッチェとして創立。1927年9月16日に、現在のウニオーネ・スポルティ・バレッチェへと改称している。セリエ A 初昇格は、1985から86。 シーズンで過去最高順位は1988から89シーズンに記録した9位。その後もセリエ A とセリエ B を毎年のように降格と昇格を繰り返していた。デリオロシ監督に率いられた2003から04シーズンにセリエ A に再昇格し、エルネスト・チェバントンを中心に若手主体の編成で昇格組ながらも10位と大躍進した。 続く2004から05シーズンも、ロッシュ監督の師匠にあたる図伝列ゼーマン監督に引き入られ、失点を恐れない攻撃サッカーを魅了し、一桁順位にまでは届かなかったものの、このシーズンも10位と余裕で、セリエー残留を勝ち取った。しかし2005から06シーズンは一転、ゼーマン監督が去り、スタイルも大きく異なったチームは一気に下工戦をたどり、 19位に終わりセリエ B 降格が決定した。2011年5月15日、セリエ A 第37節エースバーリ戦にて、2から0の勝利を収め、セリエ A 残留を決める。しかし、後に、降格の決まっていたバーリに対して、レッチェが800兆を働きかけていたことが発覚し、当時バーリに所属していた DF アンドレア・マジエロは、意図的に、オーンゴールを入れたことを認め、 逮捕された。レッチェはヤオ朝に関わったことにより、シーズン終了後にレガプロプリマディビジオネー降格。このヤオ朝には、シンガポールのマフィアが仕組んだことが判明している。なお、バーリーサポーターである弁護士らが起こしていた訴訟を受けて、バーリー裁判所はこの試合を観戦していた観客に、チケット価格の10倍に当たる金額を払い戻すという、異例の判決を下した。 1985から86シーズンのセリエ A 初昇格以降で15回の昇降格を繰り返している。とりわけ1990年代は1995から96シーズンでのセリエ C1 に属していた時期を含む毎年のように昇降格を経験した。アタランタ BC 同様、イタリアでは屈指の典型的なエレベータークラブと知られている。 1975から76中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。